せっし、ここで何してるの？エイトパークヤルオで鉄道模型を買いに行って茨城にある岩浦で、ハンスが経営しているボールベッキーで、提督と昼を食べようと思ったんですけど、提督が寝坊をしちゃって1時間遅れるって。だから今待っているんですけど。あけぼのは提督のことだからまたどこかで、食べ歩きでもしているのかと、思ったが、せっしのことなのでそうは考えなかった。はぁ、せっしと約束をしたのに寝坊なんて。あはは、提督さんらしいや。おい、あっちに例のあの子の声がするぞ。せっし、早く逃げて、地下鉄があっちにあるから。ありがとうございます。おう、あけぼのか、ここに例のあの子がいたはずだがどこに、行った。ああ、さっきタクシーで外房の方まで行ったみたいよ。釣りがしたいって。チェ、逃がしたか。おうぞ。せっし、早く株にあってガスター博士がいる鎮守府に、行きなさい。まあ、それから次に高岡鎮守府に、行けばいいと思うよ。深海星艦が暴れなければの、話だけどね。なんとかして地下鉄まで逃げ切ることが、できたからよかったけど。それにしても、ここにも鉄血の連中がいるなんて。数年前に私が鉄血のキッチンを壊したのがいけなかったのかな？飛行隊の遠征で鉄血に派遣をされた時に鍋焼きうどんを作ってあげようとしたらキッチンが、いかん、鍋焼きうどん、腹が、へった。じゃあちょっと途中下車をしてハンスロハムに行ってソーセージでも食べよう。皆さん、今からちょっと皆様に聞きたいことがあるのですが、ここに例のあの子が乗ったという情報があったのですが、知っている方はいますか？なんと、時はエクスプレスに鉄血のフィーゼが乗っていたのだ。何かあの女の子怪しいですね。あれ、もともと暁の缶娘の制服だし。せっしさん、見つけましたよ、犯罪者さん。すみません、レミ派内でのお話はやめてくれますか？は？誰だお前。悪いけど、しばらく眠らせてもらうよ。あ、ありがとうございます。彼女はティーレオ催眠術で寝かせてから一緒に乗っていた係員たちが彼女を女性専用車両に移した。摂氏はもうとてもお腹が空いてて、もう手元にあるのはウーロン茶だけだったので、時はエクスプレスでここから岩浦に着く時間は約1時間だと。その時、お久しぶりです、覚えてる。お久しぶり。やべ、お腹空いてきてもう歩けないや。カレーうどんいる？さっき弁当屋で買ってきたんだけど、ちょうどいっぱい余っていたからあげるよ。カレーうどん、今からドイツ料理屋で食事に行くから。うん。いや、いらないよね。え？いや、うん、わかりました。で、カレーうどんはいくらですか？1500円だよ。1500円、デコかしかないのだけど。冗談です。誰だこの人の声とブアイオリンを合わせたやつは。あ、すいません、カクさんがいつもなんで、ちょっといいなって思ってバイオリンを出して見てみたかったんですよ。摂氏は不思議に思った。なぜカブというものが歌いながら話をしたのか、何か懐かしい雰囲気を感じた。カンムスが踊っている時に謎のブアイオリンが聞こえるのも、もしかするとカブというものと。まさか。
チャンネル登録お待ちしてますよ。